EOS の 8000D のカメラのデータをパソコンに移すっていうのをやります。で、8000D はですね、SD カードを出して取り込めば普通に取り込めるんですが、ちょっとね、面倒っちゃ面倒なので、パソコンに最初にソフトをインストールするんですよ。ソフトをインストールして、キャノンと連動できるようにしてから、コードをまず繋ぐんですね。コードをピッと繋ぐと、なので、それから、EOS の電源を入れる。そうすると、ピコピコンってなって、これはね、ディスクトップするので画面に出ませんけど、繋がりましたって、こうやって出るの。出るのね。データが、もう、今これとパソコンが繋がってるので、あとは、Windows のマークと E ボタンを一緒に押すと、こういう画面が出るのよ。Explorer がね。Windows と D? そうそうそう。E? はい、E。そうすると、まあ、パソコンによっては使い方ないけど、まあ、こういうふうにクイックアクセスがね、こう消えてる場合もあるかもしれないんですが、これはまあ使い方次第だね。で、この PC の中に、PC の中にポッと押すと、Canon EOS 8000D っていうのが出てきます。はい。で、この 8000D のこの端っこのこのちっこいやつをポッと押すと、SD カードって出てくるね。さらにポッと押すと、この中に DCIM と MISU っていうのが出てくるんだけど、MISU ってはね、多分ね、関連プログラム入ってるんだな。この DCIM、デジタルカメラ、なんとかメモリーだと思うんだけど、この DCIM の中に、この100キャノンっていうのがあるのね。で、この100キャノンっていうのはね、写真が溜まっていくと、100枚ごとにね、101キャノンとかなるんじゃないかな。うん。で、これを、この中をダブルクリックすると、このように写真がダーッと出てきます。そう。ちなみに、この写真さ、ちょっとちっちゃくて見づらいわって時あるじゃん、そう。まあ、ここのボタンを押せばね、最大化して、まあ、ちっちゃくて見えづらいわってあるわけじゃん、その時は、ここの表示。ここね。ここの右上の表示を押して、この特大っていうのを押すと、大きくなるよ。ね。そう。この写真、初江さんの小さい子そっくりだね。見たことに。はい。で、まあ、この中から、必要な写真を選ぶんだけど、例えば、そう。1枚だけ写真を選ぶんだったらさ、まあ、ポッて選んでね、じゃあどこに保存するかって。例えば、初江さんのだと、ワンドライブの中に、保存するところがあるから、まあ、こうワンドライブすると、まあ、このどっかに入れたいところがあると思うんだよ。ね、例えば、うちのこのピクチャーの中に、これを、佐藤君じゃなくて、関谷君をこれ移動するんだったら、こうやってビーって持っていって、ピクチャーのところこうやって持っていって、手を離すと、ここにコピーされちゃう。まあ、このピクチャーに移動してみると、移動されるでしょ。ね。一つだけだったらこれでいいんだけど、そう。じゃあ、このワンちゃん、これなんていう子？ももちゃんをここの全部をコピーするってなると、これ選択すると青くなるでしょ。クリックすると青くなる。で、シフトキーを押しながら、こうやってピッ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 って押すと、横にいくつでも、こうやっていくつでもできるのね。こう。じゃあまあ、ももちゃん選択した。まあ、ももちゃんだけ青くなってるでしょ。青くなってる画面のどこ、青くなってるのどこでもいいんで、花ちゃん。ももちゃん死んだんだ、それは。ごめんね、ももちゃん。で、これをクリックしながら、青いところね、クリックしながら、マウスこうやって持っていって、さっきのピクちゃんのところ持っていって、持っていくとさ、ピクちゃんのところがこう青くなるでしょ。うん、ピクちゃん青くなったところ持っていって、手を離すと、こっちの手、この A ボタンのね、A ボタンって、左クリックの方ね、離すと、こうやってもうコピーされるの。こうやってね。うん、あ、で、じゃあ、今度。名前つけたい。
名前つけた。じゃあ名前つけるのはちょっと先にしよう。そう。そして、次に、花火のさ、絵の、ちょっと綺麗なのだけ、ちょっとしたいなって時は、今度、コントロールキーを押しながら、コントロールキーね、押しながら、選びたいのをこう選ぶの。ピッ、ピッ、ピッ、ピッって。そうすると、コントロールキー離した段階でも、飛び飛びで選択できるでしょ。そう、飛び飛びで選択できるでしょ。で、どれでもいいから、その青いのを選択して、マウスをまたピクチャーのところに持っていくと、選択したのだけこうやって移動できるのね。そう、同じファイル名があるっていうから、まあ、置き換える。これでコピー、パソコン、スマホから、てかカメラからのコピーは終わり。うん、これまあ YouTube に上げとくから、わかんなくなったらこれ見てね。撮影さん専用だから。はい。はい。で、じゃあもう名前の変更。まあこうやってピクチャー移動したじゃん。移動した。もうちょっと大きくするね。そう。カメラからピクチャーに移動しました。じゃあ、そうしたときに、じゃあ、この写真の名前を変えるときはどうするかというと、まずこれを選択するのね。選択して、いくつかやり方あるんだけど、私がパソコン教室で教えてるのは、ここの名前を変更っていうのを選択する。この名前の変更ね。ピッと押す。そうすると、ここのところがさ、青くなるでしょ。あ、その名前の変更はわかる。あ、そう。私、ケイコちゃんから教えてもらったのは、右クリックね。うん。これね、右クリックを押して、これで名前の変更も間違ってない。それで教えてもらった。うん。昔から Windows の95とか96、8の頃からやってる人たちは、この方法しか知らん。うん、そう、こんなことはなかったからね。うん。うん、どっちでもいいの。何の名前の変更が知りたいの？え？何の名前の変更が知りたいの？さっき名前の変更も教えてくれって言ってた。それってさ、ピクチャー、何に入ってるんだっけ？まあ、このピクチャー。ピクチャー、ピクチャーじゃなくて、うん、そこを、長岡新聞に。あ、ここね。じゃあ、この時は、例えばさ、例えばここで変更するのも簡単で、ここを選択して、右クリックを押すと、あ、そこにも変更、ここに名前の変更ってあるのよ。ピクチャーじゃなくて、いや、ピクチャー。これ今、ピクチャー選択しよう。選択して、ここで右クリックを押すの。うん、そうすると、この下のところに名前変更があって、うん、そう、ここでピクチャーって変えれば、ピクチャーって変えれば、うん、ピクチャーにここで変えられちゃう。ほら、ピクチャーになったでしょ。うん、そう、ここだね。これダメね。うん。これで大丈夫？できそう？大丈夫？前と同じだよね、うん、前の。まあ、これ、説明、3、4回目だけど。次から動画見ればいいからね。最初から動画すればよかったよね。そう、私も、反省しました。そう。OK。この、のを、全部そっくり、うん。移動したい。この時を全部一回で移動したいってなると、全部そっくりそっちにやる。でこっちを空にする。これでしょ。うん、で、そうしたら、うん、全選択。全選択ここにあるの。すべて選択。すべて選択する。で、これで移動、うん、移動してどこに移動しますかっていうと、この中に、自分で移動したいのがさ。移動したいフォルダがなかったら、この場所の選択って押すとこう出てくるわけよ。で、さっきのワンドライブの、どこだったっけ？ピクチャーだよね。ピクチャー、ピクチャー、ピクチャー、ピクチャー。私はここに移動したいんだ。選択して、移動すと、全部移動してる。ピーと。まあ、同じファイルがいっぱいあったからさ。置き換える。ですると、全部、カメラの中のデータが、こうやって移動しちゃうんだけども、そう。今、
思ったんだけどさ、このカメラのやつはパソコンとかに入れてもしょうがねえから。ガッチャンのだよなと思ってさ。で、ここで一旦キャンセルですね。で、間違って移動した分だけは今これから移動し直すからさ。うん、だけど、他に何かいい知りたいこと。あと大丈夫。あと大丈夫。うん。んで、P。そう、P。今、間違って移動したやつを入れ替えてるから。じゃあ、まあ、これで、一通り写真の移動を説明終わるので、これでやめます。で、ジョン、ね、こう、で、撮影終わりましたってなったら、はい、ここのさ、ここの、あの、赤いボタンじゃなくて、このところに、停止、レコーディング停止ってのあるのよ。